エリザベッツさんの自己紹介お願いします。はい、はじめまして、エリザベッツと申します。はじめまして。私の父はオーストリア人で母は日本人です。私は、18歳までですね、日本にいまして、それからピアノを勉強しにオーストリアに来ました。それで今現在5、6年ぐらいウィーンに住んでいます。今私はドイツ語の授業をしていますけれども、ホビーもたくさん、趣味もたくさんあります。あ、いいですね、ホビーたくさんあって。本当はたくさんあるんですけど、はいはいはい、そう、あの、写真を撮るのが好きで、よくシュンブルンに行ってリスの写真を撮ってます。リスかわいいね。そう、あとは料理するのも最近結構好きで、毎日3回作ってますね。すごいですね。でもなんか作るものは、うんうんうん、日本食結構時間かかるので、いろいろ混ざってしまい、ね、チャーハンになったり、うんはい、簡単なものになってしまいます。わかりました。じゃあ朝と昼と夜、うん、作るんですね。そうですね、朝たまに、あの、パンケーキ焼いたり、うん、お昼は何でしょうね、たまにピザ焼くこともありますし、うん、そんな感じですね。そうですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではマヌエラさん、お願いします。あ、はい、そうですね、私マヌエラです。ははそうですね、私一応日本語教師をやってるんですけど、ここは私の学校なんですけどね。で、いつも8、まあ、最初に 聞くんだけどね、聞いてくれるの、うん、なんていう、まあ、質問するんだけどね、うん、あの、どうしては私は日本語を好きようになったんですか、きっかけっていうと言ったら、私6歳7歳の時スーパーマリオというゲームをやってたんですよ、うん、でスーパーマリオを作った人は、まあ、やっぱり日本人で、あの、シゲル・ミヤモトっていう人ですね、結構有名な人なんだけど、まあ、子供の時は、あ、日本人ですってようやく分かって、あ、すごいな、日本はすごいなと思って興味も強くなったんですね。で、あの、もちろん日本のゲームとかアニメとか漫画とか、日本料理も大好きです、うん、食べるも作るも好きですね。あの、日本料理のコースもやってますよね。あ、そうですよね、すごいんですよ、うん、写真見ましたけど、だだだだだいや、そんな、うん、まあでも、まあ、一応いっぱいやモスチンに、日本料理は寿司だけじゃないってしてほしいんだからね。そうですね。うん、で他に何か、まあ、カラオケぐらいかな。カラオケ結構お好きなよ、ね、はい、まあ、このぐらいかな。そうですね。